江戸川区では今日開票が行われ、現職の斉藤武さんが2回目の当選を果たしました。当選おめでとうございます。バチョーイ、バチョーイ、バチョーイ。今回の江戸川区長選には現職の斉藤さんと前江戸川区議の瀬畑勇さんの2人が立候補していましたが、斉藤さんが2回目の当選を果たしました。斉藤さんは選挙戦で水害、地震などへの災害対策や学校給食費の無償化を含む子育て支援を訴えてきました。江戸川区はゼロメートル地帯が陸域の7割を占める地域です。そういったリスクもあります。そのリスクに備えて先人の皆さんがしっかりと水害に強い町を作ってきていただきました。それをさらに伸ばしていきたいというふうに思っております。斉藤さんは27日に初登庁し、公務を開始する予定です。